近郊原竹目に属する類類の分類群世界に広く生息しており、種の数は2100種とされる。学名は、多数の種を含む最大の属、風船竹属から付けられている。現在では、以前風船竹科であった属の多くが姫野ノガてテル科、アセ竹科、沖縄竹科などに分割されている。有毒種が多く、 口姿性の猛毒成分であるオレラニンを含む種が34種、同じ口姿性の猛毒成分アマニチンを持つ種も7種、知られている。このトガのキノコは、傘表皮のヒダに、死脳層を持っており、胞子は茶色で沈殿する。このトガのほとんどの属で画法を見ることができる。風船竹属は、イボのある胞子を持ち、サビ茶色で沈殿する。コルチナと呼ばれる不完全なツバに覆われ。 陸生で菌根を形成する。キノコ自身の大きさは小さいものから、肉厚で大きいものまで様々なものが発見されている。全体は粘液に覆われることが多く、特に油しめじなどで顕著である。河村神傘竹属は、イボがあり、長い柄を持つ。胞子は茶色で沈殿する。この属は、木の根に生えることが多く、木の種が異なれば、菌の種も変わる。 風船竹科は多くの種を含む大きなトガであるが多くの種で毒を持つため一般的には避けられる傾向にある。風船竹属の一部はパラコートと同じ構造をしているオレラニンを含み誤食すると人不全を伴う重篤な中毒を引き起こす。一時、ポーランド人の間では毒風船竹による中毒が多発した。禁煙種のジンガサ毒風船竹も 同様に猛毒であり、共にリーサルウェブキャップスと呼ばれて、欧米で恐れられている。これらは近年になって日本でも発見されている。その他、小さすぎたり、まずいなどの理由が、風船竹化を食用としない理由である。一方で、風船竹属の証言時、油しめじ、栗風船竹、大津が竹のように大きく味の良いものは非常に高い評価を受けているが、 金学者たちの間では、風船竹家は、食不適とされている。近年再編が進んでおり、笹竹族、小源寺族などの族は、風船竹族に統合された。また、さらに再編が進み、過去に含まれていた以下の族が、風船竹家で亡くなっている。このうち、ケコガサ竹族、若草竹族、チャニセムクエ竹族は、姫野がしているかに、 汗ケ族、小金ケ族は汗ケ家に、チャツムタケ族は萌木竹化になっている。一方で、現在でも風船竹化として扱われることもある。ありがとうございます。